はい、よろしくお願いします。はい、ではブロックチェーンを用いた自己主権型デジタル ID 管理についてご紹介させていただきます。はい、先ほどご紹介させていただきましたが、軽く自己紹介させていただきます。池川光志と申します。日立製作所の研究開発グループで、研究員をやっております。アクティビティとしましては、日立に入社して以来ずっとブロックチェーンに関する、お仕事を研究をやってきました。で、2020年ぐらいから、ハイパーレッチャーのオープンソースに、貢献活動を開始しまして、オープンソースのプロジェクトやアップストリームしたり、イベントに参加して登壇したり、あとはホワイトペーパーの翻訳活動をしたりと、いろいろと、ハイパーレッチャーファンデーションがお世話になっておりますという感じです。はい、で本日は、コンテンツはこのように5点あります。で最初にイントロダクションを紹介させていただきまして、その中でもハイパーレッチャーの取り組みに関して紹介しますと。で次に、ユースケースをちょっと厚めにご紹介させていただいて、最後に実際にハイパーレッチャーの今回ご紹介するインディとアリエスが動作しているデモンストレーションの様子を動画でご紹介させていただきたいと思っております。はい、まずはじめにイントロダクションです。デジタル ID 管理の歴史は、インターネットの発展とともに、すごく大きく発展して進化してきました。で1960年代ですと、皆さん一番ご存知のパスワード認証ということで、サービスをプロバイドする、プロバイダーが、ID とパスワードのデータベースを持って、それを暗号化して管理するといったのが一番最初の方式です。それ以降年代重ねていくにつれて、1970年代になって暗号化だったり公開鍵を使った認証、1990年代にはデジタル証明書、2000年代に入ってシングルサインオンだったりフェデレーションとソーシャルログインが出てきました。で今後の2020年代、今回ご紹介するブロックチェーンと自己主権型 ID というものが出てきたという歴史があります。でこちら、ちょっと自分なりにだったりちょっと調べてみながら、分類をしてみました。するとまず一番最初の集中型は、俗に言う Web1.0 の時代の、手法ですと、一番古典的な手法になります。で続いて1970年から2010年代、こちら Web2.0 に分類されると思います。でこちら、サードパーティー型と呼んでいます。こちらちょっと後ほど詳しく説明します。で今回ご紹介するブロックチェーンと自己主権型はセルフソブリンアイデンティティと呼んでまして、呼ばれてまして、Web3.0 に、相当する、手法になりますという感じです。でまずちょっと順々に説明をしていきたいと思いますと、まず集中型のデジタル ID 管理、こちらは Web1.0 の時代からあるものですと。でサービスプロバイダー自身がデジタル ID を管理する最も古典的かつシンプルな手法となります。特徴としては、先ほどちょっとご説明させていただきましたが、サービスプロバイダー自身が ID 及びパスワードを管理するデータベースを持ちます。でコンピューターシステムが複数のユーザーをサポートするようになった時に導入されました。でメリットとしては、シンプルで理解しやすいですと。さらに特別なハードウェアやソフトウェアが不要ですと。ただデメリットがもちろんございまして、パスワードが弱いと簡単にハッキングされる必要、ハッキングされる可能性があります。でまた多くのアカウントを管理するとパスワードの管理が難しいですといった、ちょっと皆さんも容易に想像するようなメリットとデメリットがあります。で時代が進み、 Web2.0 の時代にはサードパーティー型のデジタル ID 管理が出てきました。で信頼できる第三者、サードパーティーにデジタル ID の管理を委任するといった時代になりました。でここではちょっと先ほど4点ほど、Web2.0 の時代には ID 管理が、出てきたって言ってるんですけど、ここではちょっと SSO をシングルサインオンを焦点を当ててご紹介させていただきます。でこちらユーザーは第三者のサービス、例えば皆さんよくご存知だと、なんか Google でログインだったり Facebook でログインっていうボタンがポチッと押せるようになってると思いますが、そちらを使って認証を行うようなイメージです。で第三者のサービスはユーザーの認証情報を保持し、他のサービスに対してユーザーの身元を証明いたします。でメリットとしては、
やはり新たな ID およびパスワードの作成が不要ですので、ユーザー自身がその ID パスワードを管理する必要もなんか増えることもなく、ユーザー体験が UX が向上するといったメリットがあります。しかしデメリットとしては、第三者サービスへの依存だったり、第三者サービスがハッキングされると連携した他のパス全てのアカウントも危険にさらされます。でまた、これサービスを提供するのが政府とかだった場合、まあ、Google だったり Facebook だったりその一点集中した、企業にそういった ID の管理を委ねていいのかといったプライバシーの問題みたいなものを生じてきます、まあ、といったデメリットがありました。そういったデメリットを解消していきたいという、理念がだったり、声が上がってきて、今回ご紹介する、Web 3.0 の時代のセルフソブリンアイデンティティ SSI という概念が出てきました。まあ、こちら、個々のユーザーが自身のデジタル ID を完全に制御及び管理することが可能という概念です。でこちら、概要に関してはもうちょっと後に詳しく紹介するので、まずメリットとデメリットだけご紹介させていただきます。まあ、メリットに関しては、まあ、ユーザーが自分自身のデジタル ID を完全にコントロールできます。中央の管理者やサードパーティーの介入が不要でプライバシーが保護されます。ユーザーの自主性とプライバシーが最も重視されます。まあ、しかしデメリットとしては、まあ、皆さんまだそんなにご存知ないように、そもそもまだ新しい技術で広く受け入れられておりません。で分散台帳の理解と技術的な知識が必要とされています。またユーザー自身が自己の管理 ID を管理する責任が増大するといったデメリットもあります。でここでセルフソブリンアイデンティティ SSI の12原則というものがあります。こちらクリストファーアランさんが書いた The Path to Self-Solving Identity によって提唱されています。こちら12個の、原則がありまして、まあ、これらを満たすことでセルフソブリンアイデンティティの、概念が実現できるでしょうと、まあ、謳っているものになります。でこの SSI を実現する上でその構成要素があります。クレデンシャルの発行者に問い合わせる必要がなく、第三者が検証可能な、モデルとなっています。で登場人物を大きく分けて 3人出てきます。まずイシュアーとホルダーとベリファイアーの3社です。まずイシュアーが、まあ、イメージで言うと、まあ、企業や政府団体です。でこのイシュアーが、ホルダー個人に対して、クレデンシャルを発行します。この際のクレデンシャルはベリファイアブルクレデンシャルと名付けられてまして、 VC と呼ばれます。でこの VC を発行する際にイシュアーはこのベリファイアブルデータレジストリー、通常 VDR と呼ばれてるんですけど、 VDR に、DID というものを、格納します。でその後、ベリファイアがですね、ベリファイヤーはウェブサービスだったりサービスを提供する人ですと。でホルダーはそのサービスを提供されたい個人になりますと。でホルダーはベリファイヤーはイシュアーが発行する VC の内容を確認してホルダーを一ユーザーとして認め、その後ベリファイヤーがホルダーに対してサービスを提供するという流れ。でその際に、まずイシュアーが、ホルダーに対して VC を発行しました。でその後、DID というものを VDR に保管しました。でその VDR に書き込まれている DID は、その VC が正しいものであるということを証明する、証明するための、なんていうんでしょうね、証明するための、要素が書き込まれています。そしてそのホルダーは VP という形でその VC の一部を取得した情報をベリファイヤーに渡します。するとベリファイヤーはその VDR に書き込まれている DID ドキュメントを参照し、そのホルダーが保有している VC が正しいことを証明するといったことが可能になります。
そうすることでベリファイヤーはホルダーが正しい、ホルダーさんであるということを確認してサービスを提供することが可能になるといった流れになっています。でこちらもっと詳しく説明するとそのゼロ知識証明みたいな話が出てきまして、ちょっとここでは、扱いきれないというか扱うには時間が足りないのでちょっとここは省略させていただきます。こちら後ほど、具体的なデモンストレーションをご用意してますので、そちらでもイメージをつかんでいただけると幸いです。でここで紹介しました分散型 ID、DID と、DID ドキュメントについて紹介します。まず分散型 ID、DID というのはデジタル ID を分散型ネットワーク上で1位に識別するための新しいタイプの識別子です。で中央の権威による管理や許可を必要とせず、ユーザー自身が完全に制御可能です。で SSI の基盤となり、ユーザーが自分自身のデジタルアイデンティティを所有し管理することが可能となります。で DID は人、組織、機器、製品、抽象的な概念、データモデルなどを指します。でこちら2020年2年7月に DIDV1.0 というものが、W3C という規格を定める団体が、韓国に、規格を定め韓国に到達することがされました。で続いて DID ドキュメントです。こちらは、先ほどご説明した DID を含む、JSON の、JSON 形式の、ドキュメントになります。特定の DID に関連する公開鍵だったり認証方法、サービスエンドポイントなどの情報を含むデータ構造となっています。でその ID と安全に通信するための方法を提供するというものです。続いて VC に関してです。 VC は先ほどちょっとご説明したんですが、イシュアーが発行するクレデンシャル、ホルダーに対して発行するためのクレデン、発行するクレデンシャルです。こちら、例として卒業証明書、大学が、学生を、あ、アリスさん、学生の方に、卒業証明書を発行した際の例を示しています。でこの中には学位の情報だったり、その名前だったり、どこどこ大学だったりっていう情報が書き込まれています。で、先ほど、一つ前のページで紹介したこの DID ドキュメントに書き込まれている内容を使うことによってベリファイヤーは、その VC が正しいものであるということを証明することができる、できます。この、このようなの要素が一応 SSI の一連の、登場する、用語の説明となります。続きまして、SSI に関するハイパーレッチャーの取り組みに関してご紹介させていただきます。まず、SSI を実現するためのハイパーレッチャープロジェクトは大きく分けて3つ、ちょっと先日、一番下のウルサというものがエンドオブライフになってしまったので、もともと4つあったんですが、現在3つあります。ちょっと説明のためにこちらも残しながら紹介します。まず1つ目はハイパーレッチャーインディです。インディは SSI の実現に特化したハイパーレッチャー管轄の分散台帳基盤です。要はブロックチェーン分散台帳の基盤です。で先ほどご説明した DID ドキュメント、JSON の形式の DID が入ったものですね、を保存するための VDR として利用します。続いてアリエスです。アリエスは SSI を実現するエージェント、クライアントの SDK ですね、の機能を実現するライブラリです。で、ベリファイアブルクレデンシャル VC だったり DID の操作およびエージェント間のメッセージング機能を提供しています。でハイパーレッチャーアノンクレツです。こちらはゼロ知識証明の暗号を利用したプライバシー保護機能をサポートする検証可能なクレデンシャルです。でインディなどの VDR とのインターフェースとなります。でアリエスに組み込む形で利用するライブラリとなっています。でこのウルサは SSI の実現に必要な暗号が技術に関する共通のライブラリで、現在はアリエスおよびアノンクレズに統合されています。でこちらちょっと時代が進む、時代が進むにつれてだいぶちょっと、改変していったり、先ほどちょっとオラクルの中村さんからも紹介がありましたが、統合統廃合がされたりしています。
でちょっと昔の記事になりますと全然違うことが書かれているので、こういった歴史があって今の形にあるよってことをちょっと念頭にいただけると、実際に使うときに勘違いが起きないかなと思うのでご紹介させていただきます。一番最初は、全てがインディでした。でそこからクライアントの SDK とクレデンシャル、そして暗号化の部分を切り分けようということで、アリエスとでその暗号化の部分に関してはウルサというものに切り分けられました。そして現在はそのクレデンシャルの部分をアノンクレッツというものにしましょうと。でそもそもクレデンシャルに、暗号化を使っていたので、そもそもウルサも、まとめてしまいましょうという流れになりました。ということで、クレデンシャルと、暗号化の部分がアノンクレッツという、プロジェクトになりました。そしてそうすることによって、そもそもインディだけじゃなくて、いろんな、ブロックチェーン技術を VDR として使えた方が良くないですかみたいな流れになりまして、将来的にはインディ以外にもベースだったりファブリックだったり、いろいろな、ブロックチェーン基盤を使って、SSI を実現できるようになるということを今、ハイパーレッジャーの中ではコミュニティの中では議論しているような段階になっています。アリエスについては、先ほどオラクルの中村さんからも少しご紹介がありましたが、デジタルウォレットを実現する機能を持っています。そして暗号化のメッセージングということで、デジタル ID 間での通信を可能にする暗号化メッセージプロトコルを含んでいますと。そして、DID の作成だったり検証共有を支援します。そしてアリエス自体には結構いろいろなフレームワーク、いろんな言語で書かれたフレームワークがありまして、一番、開発が進んでいるのはアリエスクラウドエージェント Python というものです。こちらはサーバーサイドの利用を想定した実装となっています。さまざまなシナリオに、利用可能で最も実装が進んでいるものとなります。で次にアリエスフレームワーク JavaScript です。こちら、サーバーサイドで動くことも可能ですし、一番使われているものとしては React Native を使ってホルダーのモバイルアプリケーションとして利用することを、よくユースケースとして使っている例を見ます。他にもさまざまなプロジェクトがありまして、それら、ちゃんと互換性があるかっていうのも、ハイパーレッジャーの管轄下で常に管理をしています。1日1回ぐらいですね、このテストを走らせて、それぞれ互換性がどれぐらいあるかっていうのを、ちゃんと見ています。で、こちら発展途上の、黎明、とても今開発が盛んに進んでいる黎明期でして、Python 版に関してはだいぶ、開発が進んでいますが、他のものに関してはもうちょっと、進まないと、互換性が完全にはないと言え、互換性が、あると言えないような状態になっていますと。ただ、Python 版と、この JavaScript 版を使えば大抵のアプリケーションも現在作れるようになってますので、将来的なオプションみたいなイメージですかね。Go だったり .NET だったりを使ってもできますよっていうふうに言えるように頑張って開発を続けているっていうような状態です。はい、じゃあちょっと続きまして、ユースケースをちょっと多分皆さん今日参加されている方はどんなふうに使えるんだっていうところが一番気になると思いますので、ちょっとユースケースは厚めに持ってきました。はい、まず一つ目です。こちらは実はちょっと VDR にブロックチェーンはちょっと使ってないんですが、一番分かりやすい例で、かつ SSI という概念は一応実現できているようなものですので、一番最初にご紹介させていただきますと。でこちらスマートヘルスカードということで、多分皆さんご存知の通り、ワクチンの接種証明書です。でこちらワクチン接種証明書のアプリケーションを開いていただきますと、実は Apple のウォレットに保存できますと。でこちら、スマートヘルスカーズ SHC 企画というもので、企画化されておりまして、人々の健康データを紐付けるための、標準化がされたものになっていますと。で、さまざまな国が、参加しておりまして、もちろん日本企業も、日本の政府も入っていますと。
でこちらイシュアーがもちろんその国で、ホルダーがユーザーで、ベリファイヤーが本当にその人がワクチン接種しているのかという、まあ、イベントのプロバイダーだったりって言ったイシュアー、ホルダー、ベリファイヤーの 3つの登場人物が正しくいるような SSI の概念が実現されているような一つのユースケースになります。2つ目です。2つ目は、国際連合欧州経済委員会が、出しているホワイトペーパーに書かれていたものです。まあ、こちら、貿易だったり、国を超える取引、クロスボーダー取引のコストと貿易金融のアクセス問題だったり、偽造品や不正商品の取引増加といった課題が存在していました。で、上記課題の解決には検証可能なクレデンシャル、リンクデータで分散型 ID を用いたデジタル化と信頼性の向上が必要ですと。で、そのホワイトペーパーでは規制当局が信頼のアンカーとして機能し、取引文書を同じ分散型デジタル信頼アーキテクチャで管理することで取引のデジタル化と検証を大規模に行うことが可能になると提案しています。でこちらはこれから運用していこうと、まあ、頑張っている最中だと思われます。で続いて3つ目です。でこちら、国連とその他メンバーの組織のスタッフのための、まあ、退職だったり、お亡くなりになったり障害になったり とそういったことが起きた場合、給付金を提供するといった、国連の中の、一つのサービスになっています。でこちらに SSI と DID、SSIDID を使用しようといった、ユースケースです。ちなみにこちらは本番稼働されています。でさらに、こちらハイパーレッチャーインディとアリスを使用しているそうですと。で本質的なことを言いますと、これちら国連の中でしか運用されていないので、本当にブロックチェーンが必要なのかと言われると、まあ、よくわからない部分にはなりますが、運用の知見を他の、ブロックチェーンプロジェクトに還元するといった点で、まあ、一つの POC として動いているような、本番稼働ですけど、まあ、POC みたいな感じで動いているようなユースケースとなります。続いてモービーです。こちらは、車関係のですね、部品だったり部品メーカーだったり自動車メーカーの方だったり、まあ、販売店だったりが、参加しているようなプロジェクトになります。で W3C の DID 規格に準拠したモビ VID を制定しまして、まあ、車のバッテリーの来歴だったりローンの申し込みなどに利用しているそうです。そして続いて、ですね、ID ユニオンですね。こちらはドイツの、エネルギー省が、公募したプロジェクトで、まあ、ドイツとしては、米国企業のプラットフォームを懸念しておりまして、国が認めるソリューションで商業的な思惑なしに機能するものが必要ですと。でそういった際に再利用可能な産業 IoT 部品を VC で管理しますと。で来歴や修理来歴で資産管理などを複数組織で共有いたしますと。でこちらも、図に記載の通りアリエス、インディが使われています。で6つ目ですね。こちらヨーロピアンブロックチェーンサービスインフラストラクチャーということで、EU 加盟国と EU の委員会がパートナーシップを結び、欧州初の公共機関向けのブロックチェーンサービス基盤ですと。で現在では30弱の国がノードを運用して実験を行っています。で VC は W3C の形式に準拠しておりまして、エージェントはアリエスや、まあ、他にもアリエス以外にもベンチャーの OSS が使えるといった基盤になっています。そして7つ目です。こちらユースケース最後です。 BC ウォレットということで、こちらの BC はブロックチェーンではなくブリティッシュコロンビアの BC ウォレットなんですが、ハイパーレッチャーインディアリエスが利用されています。で具体的なユースケースとして、オルグブック BC というものがあります。こちらは、企業に関する信頼性のあるデータを迅速かつ容易に見つけるためのオンラインディレクトリですと。でこれにより新しいサプライヤーやクライアントに対する事前の調査の時間を数時間から数秒に短縮することが可能になります。こちら、BC ウォレットの、アプリケーションの画面なんですが、まあ、アリエスをフォークして、作っているようなものになっています。続いて、デモをお見せします。今回
インディとアリエスを使ったデモンストレーションとなります。SSIDID を語る上で最も一般的な卒業証明書に関するデモです。フェーバー大学がアリスさんが卒業する際に卒業証明書を VC として発行します。その後 ACMAE という企業に入社する際にその卒業証明書を提出して入社を認めていただくといったユースケースです。でデモの構成としては AWS 上にハイパーレッジャー、まずインディのノードを立ち上げまして、その後イシュアとベリファイアということで、フェーバー大学と企業のノードを立てます。ちょっと今回デモを分かりやすくするために大学と、企業をちょっと一つのノードとして立ち上げました。でモバイル端末にアリスさんのモバイル端末があります。そしてそのモバイル端末を中継してあげるためにサーバー上にメディエーターという、中継者を立ち上げました。こちらでちょっとデモをご紹介させていただきます。こちらちょっと飛ばします。まずこちら右の画面がアリスさんのスマートフォンですと。で真ん中のちょっと、コンソールの画面になっちゃうんですが、イシュアとイシュアの画面になります。一番左が VDR のネッチャーになります。まず、起動すると、こんな感じの画面ができます。こちらアリエスのモバイルエージェントの画面になります。最初に、ゲッティングスタートで、同意するということで同意した後に、最初に、ピン番号を決めて、セキュリティの面でピン番号を決めたりしますと。このような感じで画面が動きます。その後、イシュアを起動します。イシュアを起動するとQR コードが出てきます。でホルダーはこの QR コードを読み込むことによってイシュアとのコネクションをまず確立します。カメラを起動しまして、でこの時点で、イシュアとホルダーが、接続している状態になりました。そして先ほどメッセージの機能を搭載しているとご説明させていただきましたが、もちろんメッセージのやり取りをすることも可能です。まず石輪からホルダーに出してハローと送りました。なので、Please send VC と送ってメッセージを送ってみますと。そのことで、VC を送ってくださいというメッセージが石輪に届きました。そして、今イシュアがホルダーに対して VC を発行しました。それとこんな感じで名前だったり、年月日だったり生年月日だったり、どんなデグリーを持っているかといった情報が格納されています。そしてそれを受け取ります。で受け取りましたと。そして次続いて、ですね、確認しますと。するとこのようなデータが入っていますと。で続いてちょっと左の画面は次ベリファイヤーに変わったとイメージしていただきたいですと。ベリファイヤー企業は、アリスさんに、卒業証明書を提出してくださいと送りました。証明してくださいと送りました。するとプルーフリクエストが来ますと。でアリスさんは本当にこの人に送りますかという選択肢を狭まれまして、でシェアというボタンを押すことで送りましたと。するとその内容が正しいことをベリファイアは確認して、そこのコンソールに true と出てきたという流れになります。
まあ、このように、こちら実際は本当にインディーとアリエスをクローンして動かしているだけですので、まあ、自分自身が何かしら新しく書いたわけではなく、オープンソースとして開発されているものがこのレベルの状態に今なっています。はい、メモとしては以上となります。ちょっと時間が押しているのでまとめは軽くさせていただきます。SSI を推進していく上ではいろいろとちょっとまだ課題があります。まあ、いろいろな課題を乗り越えていく必要があります。はい、で、まあ、まとめです。と Web3 の時代になり SSI に、実際 ID 管理も置き換わりそうになっていますと。でハイパーレッチャーとしても、頑張っていますと。そして、SSI の概念を利用したユースケースもいろいろと出てきますので、これからもさらに増え続けることが期待されています。はい、発表は以上となります。ありがとうございました。福原さん、ありがとうございました。